どうもエルザです。それではウォッチドックスレギオンやっていきたいと思います。さて今回は過去を振り返せの続きだね。回収したスパイダーボットの GPS 履歴には定期的にこちらの座標が記録されていました。真犯人を知る正体不明の目撃者はこの素敵な陰気臭い場所に何度も足を運んでいたようです。カメラの死角になって見えない、違法なことをするにはもってこいの場所ね。加えて言うならテムズ川に死体を投げ入れるのにも。中に入る方法はある？橋の下の空間を警備している監視ネットワークを検知しました。そちらに繋いでいただければ中の様子を探ることもできます。全ユニットへ。繰り返す、全ユニットへ。その付近で不審者の情報が入った。了解、オーバー。対処に向かう。まあなんだけどさ、さすがに助けないとね。採用候補から連絡がありました。回線をつなぎます。俺にデッドセックを手伝えることがあれば言ってくれ。いていていて、一番のお礼は私たちの仲間になることよ。ニートも当たり前じゃないか。よし逃げよう。何かとやっぱ問題起きるね。で本部、目標を追跡中。嘘だろ、僕だけなのか、そんな。えらく弱気だな。さあここだね、次は船がある。閉会路を破壊すれば接続されているデバイスを解除できるが、警備員に気づかれる可能性があると。これね、あそこに入るためにはこういうことか。さあ解除してトラップも置いて、これからも情報を盗む前に、あったあった、鉄鋼ね。これで情報は取れるんじゃないかな。これはすごいわ。警察が地下に中継地点を作ったよね。アルビオンに職場を踏み荒らされるのならランチの置き場は考え直すでしょうね。お探しの相手は生真面目かと。何を調査した結果トアン爆破に行き着いたの？山のような埃ですが使える情報が残っているかもしれません。使えるような情報ね。何かある？あったあった。さあデータドライブアクセス。ケイトリン・ラウ警部補よ。まあ元と言うべきかしら。アルビオンのせいで警視庁は息してない。証拠はすでに上層部が隠蔽した。アルビオンもクラン・ケリーも爆破事件に関係ない。でも分かってる、メアリー・ケリーの関与は確かよ。捜査可能な他の犯罪にも関わってる。仲間と非公式で調べてみるわ。またあいつを追うなんて、我ながらバカなことしてる。これか。そう、あったあった、ハッキング。ラウ警部補のビデオログ、クラン・ケリーとアルビオンが共謀してる。詳細は分からないけどどうも人身売買みたい。
EPC はアルビオンの拠点になってる。奴らの逮捕権限は爆破以来拡大した。不法移民だ、反乱分子だって。でも本当の脅威は奴らよ。捕まればクランケリーに引き渡される。移民も国外退去者もみんなどこかに連れて行かれてるわ。どこに、何のために。結局ボスのあの女の話になる。何か企んでるのは分かるのに逃げられた。方法は一つだけ。奴に24時間張り付く。捕まればこれで最後になるかも。でも秘密を暴かないと。正体不明の捜査官はケイトリン・ラウ警部補でした。獲物のメアリー・ケリーをたどり爆破事件に行き着いたようですね。アルビオンだけでも最悪なのにクラン・ケリーと手を組んでいたなんて。ゼロデイはロンドンのあらゆる腐敗に関係しているようです。糸をたどれば彼らにつながります。クラン・ケリーやアルビオンもです。行方不明者が大勢出ている。黙ってはいられないわ。ラウ警部補はアルビオンがこの計画の一部を EPC で進めていると言っていました。これは良い手がかりになります。チームの目標、あ、デッドセックチャプター完了したんだ。不安だったのが嘘みたい。デッドセックのコツを掴んできたわ。簡単に命を落とす、あるいは能力が不足しているのであれば、そもそもあなたがデッドセックに勧誘されることもありません。褒めたつもりなの？もしそうならありがとう。バグリーのことは気にすんなよ。あの副音声にもすぐ慣れるから。とにかくすごかった、お疲れ。さあ、テックポイントもゲットしたけど、50ね。次何ゲットしよっかな。一応スキンメッシュ取っとこうか。意外とね、生存大事だから。あとはメインが次ケリーミッションと。行方不明、アルビオンとクランケリーの件は後味悪いな。つまりこれは我々にとって最優先事項ってやつだ。ケイトリン・ラウの言う通りならデッドセックメンバーはまだ生きてる。そして EPC で消えた。アンヘル・ロペスがロンドン出身でないことを咎めはしません。アンヘルは移民の一斉摘発に巻き込まれたみたいだけど、おかげでゼロデイのデッドセック狩りを逃れた。爆破事件以来、高まる移民への反感をアルビオンが煽っています。難民キャンプ送りの口実作りです。アンヘルが身バレする前に見つけないとな。まあ市場っぽいけど、芋づる式に見えてくるかもだろう。アルビオンとケリーの仲がさ、現時点でヤツが国外に脱出した可能性はないでしょうね。おそらく EPC で足止めされているはずだけど、それも控えめに言ってよくないと思う。詳細をあなたのデバイスに送りました。EPC で連絡役とコンタクトを取ることをお勧めします。中に入れてくれるでしょう。全てを変えた。 AR で全て表示されるようになったの。視覚神経に信号を送る小さなインプラントがあれば、メールを見て電話を受け、インターネットを直接閲覧できる。まるで画面が目の前にあるように。身につける必要があるから、移動しようかね。どこ、めちゃくちゃ遠そうな感じが。ここか、よし。めっちゃラジオうるせえな。400m か。車かバイクで移動かな。待て、ちょっと。さあ、また。こんにちは。ジアップロードへようこそ。一気よ。逃げるぜ。
思いっきり止めきたな。了解した。こちらは指示を待っている。オーバー。さあ巻くぞ。とりあえず巻くぞ。そこ通るとダメなんだよね。さ、逃げろ。本部、被疑者は確認できない。指示をちょうだい。さあ、青くなったからあとは逃げるだけだね。時間稼ぎだね。おっと、危ない。全ユニットへ。被疑者にまんまと逃げられた。じゃあ目的地に向かおうか。いやマジでね、いいタイミングでその車いるんだよな。さああと200。この中か。ケイトリン・ラウ警部補の捜査内容について詳しく調べました。どうやら EPC の周辺で失踪事件が多発しているようです。警部補は何かを追っていたようですね。ターゲットを探さないと。アンヘルがデッドセックだってことがアルビオにバレたら大変よ。それは彼も分かっているでしょうけど。うん、ここからも入れぬ。いるなら、そうだね、入るならどこかな。多分その正面から入るのが理想ではあるんだけど。あ、いい場所あったね。よし、じゃあ侵入しようか。とか、あ、考えたね。ハイジャックで下ろして、さあ進もう。いた。まさかのね。違う違う、そうじゃなくて、こっち。あー、違う、はいはい。上までまず上がって、この辺りだね。屋上からの侵入は降りる場所がないから難しいか。まあでもやっぱそこから入っていく感じかな。うん、そんな感じだね。よし、とりあえず入ろう。
さあ、アルビオン本部なのか。敷地内では常に有効な身分証明書を携帯し、必要に応じてアルビオンの警備員に提示するようにしてください。ほいほいほいまさかのスタンガン3発っていうね。まあ、こんなもんで OK か。こんなもん、うん、体調なんだ。なんだろうな、体調なんか弱そうなんだよな。さらに奥に進むとハイジャックできる場所あるね。おい、一体何なんだ。うん、この人ではない。こっちでもない。他、あ、もうこれ外だね。やってられるか。まあ、関係ないから虫と。バグリーに呼び出された。もう入れるよ。素早く静かに行くんだぞ。ねえ、記録に残さないようにしてくれたのよね。心配ない、全て偽造してある。とにかく屋上まで会いに来てくれ。この辺りはどこもひどい匂いだが、そこならいくらかはマシだ。とりあえずブツ、とりあえずブツ回避ができないからね、おばあちゃんね。遊びね、私にとってはだけど。ヨーロッパプロセスセンター、国外追放者の手続きを行っていると見せかけて、実際には劣悪な環境下に詰め込んで存在ごと忘れてしまおうという魂胆のようですね。なるほど、これがロンドンを守るということですか。ロンドンを守るね。あれ、今入れそうなところあったよね。そこの穴があるからさ、どっかでつながってると思うんだよな。よ、こいつを飲むか。バスタブで作ったにしては悪くない味だぞ。ああ、ちょっとくらい悪さしても平気だ。無駄に騒がなければな。それに俺たちには選択肢なんてないんだ。医師だろうが弁護士だろうが露天商だろうが、一度ここに入ればみんな同じさ。どういうこと？誰も人間扱いされてないってことだよ。市民にしてみればロンドンがめちゃくちゃになったのは俺たちのせいだ。わかるか？だから奴らは俺たちに好き勝手できるんだ。ええ、気持ちはわかる。この肝心な時に誰も何もしない。デッドセックは何をやってる？ごめんなさいね、なんて言ったの？なんでもない、疲れてるだけだ。もう一杯飲まないと。アルビオンの連中とは関わらない方がいい。
それと診療所の奴らにもできる限り近寄るな。診療所のやつらね。まあたまり場的な感じになってるのか。持ってるものは物騒だけどね。うわ、なんかこれでもこういうマップはディビジョンを思い出すな。まあね、治安は基本悪いからね。あるのは下か、今のは。あー、そこ。どうやって？結構これ、大変だね。あー、そこからね。ほい。資料ゲット。とりあえず次の場所まで移動してだね。ああ、もうここは隔離されてるんだね。あの人か。あら、アイテムは下の方か。じゃあ話聞いてみようかね。どうなっているの？捕虜の収容所よりも悲惨なところだ。毎日のように故郷や家族から引き離された連中がここに連れてこられる。それでも僕はここに残って見張っておくつもりだ。できる限りのことはしなければ。ひどいわ。政府は不法移民だからって閉じ込めて忘れてしまえというの？この混乱状態を見て、これでは誰に何が起きても気づくこともできない。実際に行方不明になっている者もいる。記録上は手続きを済ませたことになってるが、実態は違う。ここから出られた者などいない。それに外じゃケリーの連中がハイエナのようにうろついてる。仮にここから抜け出せたとしても危険なことに変わりはない。まったく、メアリー・ケリー、この町で起こる不道徳な事件では必ずその名前を聞くことになるわね。まったくだ。君が探してるやつだが、まずは EPC のデータベースを調べるといい。入所者のデータは全てそこに記録されてる。気をつけてくれ。オプティックに EPC データベースの位置を送ります。その位置は、あ、意外と近いね。よし、じゃあ今回ここまでにしましょう。まあね、そんなに進めたって感じはしないけど、とりあえずはまあ少なからずは進んでると思うんで、次は危険地帯かな。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんちゃん、またね。